はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの一眼レフカメラボディ、ライカフレックスのですね、一番最初の初代モデルになっておりますね。ライカフレックスシルバークロームになっております。はい。1965年ですね、に、それまでですね、レンジファインダーをですね、ずっと作ってきたライカが、一眼レフカメラボディを初めて発売したのが、このライカフレックスになっているんですね。65年というとですね、まだ M3 とか M2 ですね、が発売されていた年ですので、この M 型のですね、M3 などと同じように非常にですね、堅牢で、しっかりとしたいい作りになっておりますね。はい。当時のですね、日本製のですね、一眼レフと比べましても、こうがっしりとした、非常にこうずっしりと、デザインも美しい魅力的なボディになっておりますので、ぜひチェックしてください。いいですね。この色とかですね、質感、ロゴの位置、この部品の配置などが、すごく魅力的にまとまった美しいカメラになっておりますね。はい。今回はですね、大変美品のボディになっておりまして、オーナー様もですね、前のオーナー様、前オーナー様も、非常に自信を持っておられまして、委託での販売となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ライカフレックスのですね、まあ特徴としてはですね、まあ当時、TTL 速光ですね、このレンズを通した光を、速光して、ゴールス系に反映するというシステムがすでに、発売されていたんですけれども、あえてですね、この外部速光を、採用しておりまして、まあ、その次世代の SL からは TTL に変わるんですけれども、この外部速光ですね、この穴から光を、測って、この内部のファインダーに表示するという方式をとっておりますね。でもって、マクロプリズムって言うんですけど、このファインダーを覗いてみて、この真ん中の丸、ですね。円、この辺の真ん中の円でしかピントが合わないような仕様になってますね。これまでライカが作っていたレンジファインダーだとそれが当たり前なんですけども、一眼レフカメラだとこの見えている視野全体でどこでもピントが合わせられる仕様になっているんですけれども、このライカフレックスでは真ん中でしかピントが合わせないマクロプリズムというですね、方式が採用されていますね。はい。あとは、ですね、ライカの一眼レフ用のレンズはカムタイプというのがありまして、レンズの線ですね、この後ろ側ですね、この、ここにカムがついてるんですけども、これは1カムというですね、レンズに対応したボディになっております。その後はですね、このカムが1、2、3本ついている、3カム以降のレンズが使えるようになってますね。1カムか3カム以降というふうにですね、2カムというですね、レンズもあるんですけども、2カムが使えないので注意してくださいませ。はい。ということで、ライカの初代一眼レフカメラボディ、ライカフレックスのシルバークロームですね。はい。では外観から見ていきますけれども、先ほども申し上げました通り、非常に備品の、個体となっております。ですね、見た感じですね、皮のめくれ剥がれとかもなく、もちろん金属部分に擦れ当たり凹みなどはほぼ全く見当たらない状態で、ごくごく備品の個体となっております。はい。ファインダーも切れてですね、ゴミ散り混入バルサミ切れとかですね、曇りカビは全く見当たりません。すっきり非常に見えております。はい。中の露出系ですね、も、目視で非常に正確に測光してくれておりまして、カラーネガ程度でしたらですね、このまま撮影していただいて全く問題ないと思いますね。はい。まあ、あくまでも非常に、古い露出系になりますので、ネガカラー以外のですね、ポジフィルムなどをお使いになるときには、単体の露出系をお使いになるようにしてください。露出系数値のですね、ご不満などは、保証の対象外になってしまいますので、一応ご留意ください。はい。でもってですね、この個体はですね、ライカフレックスにも前期後期というのがありまして、ですね、こちらはですね、前期のタイプになりますね。この、巻き上げのボタンじゃなくてレバーをですね、こう、
収納すると、露出系がオフになるのが後期なんですけれども、これはですね、こう、レバーを収納しても露出系動いてますので、前期のタイプというふうに判断することができます。はい。あとはですね、プリズム内部にもバルサム切れとかホコリの混入などありませんし、ミラーの劣化もなく綺麗な状態ですね。はい。でもって、中身はですね、こう、はい。このレバーですね、この矢印に従って開けますと、こう開くんですけども、中も大変綺麗ですね。レールの錆汚れ、素材の劣化なども全く見えずに非常に綺麗ですね。シャッター膜も非常に美しい状態のままです。はい。ということで、はい。はい。ライカフレックスは初代ですね。ボディになっております。シルバークロームですね。今回は委託での販売になっております。電池が付属しませんけれども、電池はここから入れるようになってますね。はい。ということで、ですね。このままでも非常に状態のいい個体ではあるんですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、今回は委託での販売になります。ライカフレックス、ライカの一眼レフの初代の、ボディになっております。大変美品のボディになっておりますので、ぜひご利用ください。